ブロームーンとホス BEV144 ブロームーンとホス BEV144 は第二次世界大戦時にドイツで戦後の就航を見越して企画された民間旅客機である。戦況が変わり開発プロジェクトは放棄され、一機のみが製造された。1940年にブロームーンとホス社はルフトハンザ航空からの要求により単中距離旅客機 BV144 を設計した。 その当時の戦況はドイツに有利であり、戦後の就航を見越した民間旅客機の計画は妥当であった。BV144 は BMW801MA 製型エンジンを装備した全金属製の高翼単容器であり、ユニークな特徴は主翼の取り付け角度が電動機構により9度まで変更できることであった。BV144 は 乗員3名と計画では乗客を18名から23名まで乗せることができた。1940年のフランスの降伏の後、BV144 の試作機を2機 BC 政府の航空機製造業者を使って製造することが決まった。試作1号機の BV144V1 は1944年8月に初飛行を行った。この時点でドイツ軍はフランスから撤退しており、 BV144 の開発プロジェクトと試作機はドイツの手から放棄された。フランスは V1 を接収し、自由フランス軍のマークを施したが、最終的にプロジェクトは放棄され、ほとんど運用されることなく、終戦を迎えたとされる。ありがとうございます。